北朝鮮の核問題をめぐる6カ国協議のアメリカと韓国の首席代表がソウルで会談し、5回目の核実験を行った北朝鮮に対し、より強力な制裁を目指すことで一致しました。たった今、アメリカのソン・キング北朝鮮担当特別代表が韓国外務省に到着しました。これから制裁案などが話し合われます。アメリカのソン・キム北朝鮮担当特別代表は、韓国のキム・フォン・ギュン朝鮮半島平和交渉本部長と、今月9日に核実験を強行した北朝鮮に対する追加制裁案などを協議しました。国連安全保障理事会としての追加制裁だけでなく、独自の制裁案についても協議し、日本を含めて緊密に連携しながら対応する方針を確認しました。Secure the strongest possible resolution that includes new sanctions as quickly as possible. 韓国政府は北朝鮮が追加の核実験をいつでも強行できると見て警戒を続けています。